はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、初めの一歩、ファイティングソウル動画撮ろうと思います。ということでね、ファイストルの日、プレミアムガチャ、またね、初回無料で引ける分引いていこうと思います。ということでね、やっていきましょう。はい。まずは、いつも通りね、ピックアップ選択ですね。ほいほいと。まあ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 、とりあえずこの辺は、適当に選んでいきましょう。まあね、これ無料分引いてからの話なので、あんまりね、いつも通り、関係ないやつだと思うんですが、まあ今回ね、ちょっと気になるのが、5回引くとね、なんかマシバを確定でもらえるようなことが書いてあったので、まあそれを考えると、ちょっとね、たまには追撃してみてもいいのかなとか思わなくはないんだけど、まあそもそもね、5回引くってどれぐらい、形跡かかるんだいっていうのがよくわかってないので、まあとりあえずね、無料に引いてから、考えましょうということで、ね、行ってみましょう。いけ。さあ、まあまずはね、無料分から何が出るかとは言ったところですが、あ、なんかあるかも。いつもね、ポイントだけで終わっちゃうっていうことがね、よくあるガチャではあったんですが、グローブ2個あるから装備ですね。ほい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 。なるほど。おー、まあ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 、悪くないとこ出た気はする。まあ、剣玉の装備でユニゾンのやつと、技属性のやつですね。はい、オッケー。一回8万か。はー、ファイストプレミアムモード発動中となりましたが、ちょっと待ってね。これね、今回ね、大感謝、ファイストルプレミアムデーかける大感謝で開催ということで、なんか結構豪華になってるみたいで、ちょっと待ってね。あ、まずね、大感謝プレゼントで、ここからね、プレゼントもらえるんで受け取っといた方がいいですよという話と、ファイストルプレミアムガチャね、こちらのミッションから、こっちじゃないな、豪華ミッションの方か、5回引くとね、マシバが手に入るということらしいので、まあ、今無料分1回引いてるから、4回引けばね、マシバが手に入るのか残りってなった時に8万ってことは8万ってことは4回引くとシハー32万空っぽじゃん。なんだよそれ。あ、マジか。これだよね、ファイザープレミアムガチャを5回引くと、マシバがね確定でゲットできるということなんですが、いやー、ちょっと待ってくれ。ゼロになっちゃうじゃん、貯めたやつ。ゼロっていうか、まあ1万切っちゃうじゃん。1回8万か。いや、それはちょっときつくねえか。そうか。ちょっと待ってね。ファイソルプレミアムモードになっていて、ファイソルプレミアムモードの時は、あー、でも星7 5% で出るのか。って言ってもこれあれでしょ？ 5% の中身が 50% ぐらいはアイテムでしょ？ 50% まではいかないのか。一応鮮度1歩防御含めて 50% が、まあ、こっちの枠で、ピックアップじゃない枠だよということですね。まあだから 4.5、まあ 5% と見ても、15%、35%、まあ35、6% はアイテムだよということですね。5% のうちのね。なるほどな。いやでもこれ4回引いたら、それなりに収穫はありそうだけどね。マシバもらえる以外でも、4回引いたうちでね、他に収穫があると考えるなら悪くないかもしんないんだけどさ。あー、マシバいいね。まあこれはね、でも進化50、プラス50になってる状態のマシバがこれだから、まあもうちょっと、エフェクトとかね1体だけだとしょぼいんでしょうけど。そうか。いや、これね、参った、引けるんだよな、一応。あと4回引こうと思えば、32万剣石あるから、今32万8746剣石ということで、
弾けちゃうといえば弾けちゃうんだよね。いやそれちょっと参った。弾けなかったらさあ、5回分しないっすね、諦めましょうってなるんだけど、微妙にあるっていうね。いやでも空っぽはさ、もうすぐ周年でしょ、多分 2.5 周年がさ、いつだったっけ、ね、6月 2.5 周年だったわけだから、あと4ヶ月ぐらいで周年だから、ここで溜めたいし吐き出すの本当にっていう、3周年まで待った方がいいんじゃないのっていうのと、まあ最新のね、スペシャルケンタマが確定で手に入るならちょっと放出しどきな気もしなくはないっていう迷いだよね。これ全然足んなかったら、足んねえや残念だで終わってたのにな、足りちゃうのかよこれ、どうしようマジか、悩むねそれ。ちょっと待って、あの大感謝のプレゼントとかで、もらったポイントで、まずはね、前回引いたこれをちょっと育てましょう。あ、19まで育つ、はいはいはい、オッケー、まあ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 いいでしょう、ここが育つだけでもねかなり戦力アップにはなるんでね。お、実戦総合力が、4.2 兆まで上がりましたね。さあただいやこれどうすっかな、久々に追撃するかどうか本当に迷ってる。ファイソルの火ガチャか、そうねちょっと迷うねこれ。あーこういうのも手に入るか、いやちょっとねこれどうすっかな、本当に本気で迷うこれ。いや剣石空っぽはきついよな、剣石空っぽはきついよな。いやでも11月までにまたたまるか、3周年。いやーでも半年貯めといた方がいい説もあるんだよな。うわどうしようこれ、ここで空っぽにしちゃうのはなちょっと良くない気もするんだよな。うーわこれどうしよう、本当にマジで迷うマシバな。ファイソルプレミアムガチャの特別ミッションの方も、一緒に5回目までの報酬はもらえるんだよな。あーまあでもファイトマネーとかか、そうだね5回まで引けば、ここまでもらえるんだよね。なるほど、ファイソルプレミアムガチャ、ファイソルプレミアムガチャ、ファイソルの日大感謝ミッション、これはあーこれは対抗戦のやつね、ファイソルプレミアムガチャ、大感謝バージョン、これはね別ガチャなんだよね、こっちはこっちで、別報酬だからこれは、今迷ってるやつとは関係なく、こっちですね、こっちは1回15万なんで、まあお高いよね、お高いガチャなんで、まあ、ちょっとね手が出ませんという感じですが、そうねこっちどうすっかな、これマシバ手に入る上にギリギリ足りるっていうのが絶妙だよな。そうか、32万剣石で足りちゃうのか、うわこれどうしよう、めちゃめちゃ迷ってる。いやでも道中何が出るかだよな、そうなってくると。そうね、一歩もまあ一応あれか、プラスの枠の中から、50% ぐらいで出るということか、まあ 1.5% だな。うーわどうしようこれ
これはさすがにマジ迷う。いやどうすか本当に。これほんとどうしよう。あーそうねー、まあちょっとユニゾン専用の装備は、この辺につけときましょう。そうだな、まあそれぐらいか。まあここつける意味はあるかよく分からんけど、ちょっと迷ってる間に、どうしようかな。いや引きたいか引きたくないかで言えば引きたいけどさ、石空っぽになっちゃうじゃんっていうね。さすがにゼロは躊躇するぜ。ゼロっていうかまあ1万未満。今1回ガチャ引くだけで何万剣石も消費するから、実質1万未満になっちゃうとゼロみたいなもんだからね。それを考えるとちょっとどうしようかなとやっぱ思っちゃうよな。ただ、マシバが手に入るのはでかいとは思う。いやこれどうかな、マシバね。そうだよね、少なくともこの見た目のマシバは手に入るんだもんね。いやーマシバな。そうねマシバ、そうだよな。どうしようこれマジで迷う。いやーどうしようこれ、本気で迷ってるぞ今回そうか足りるのか、足りるのか。うわどうしようこれでも引き始めたらもう行くしかないから、1回引いたらもうあの4回引くんだよ、で空まで行っちゃうでしょ。いやーそうねー、どうしようかな本当にめちゃめちゃ迷う。くっそーどうしよう。でもさこれ動画撮っててこんだけ時間使って迷ってさ最後引かないっていうのもそれはそれでなんか微妙だよねっていうところがあるからさ、うーわこれどうしようマジで。マシバは欲しい、ただ 2.5 周年の後2ヶ月も経ったこのタイミングで石を放出してしまって本当にいいのかどうか。3周年の方が絶対お得なガチャは来る気がする。そうなんだよね、そこが迷いどころだよな。これどうしよう本当に。うわうわどうしよう、これ決めらんねあーどうしようかな本当に。そうだな、そうだよな。いやちょっとでも空っぽになっちゃうのはきついな。どうせなら、まに、あの足りない方が足りない方が迷わなかったのになみたいな心はあるねいやあるのかそうだな、いや 5.1% まあ半分 2.5% 3% ぐらいだもんな星7出るの。まあ、サポートもあるって言えばあるんだが、サポートも半分でしょ。メモリアルサポーター、あでもここはあれか、全部こいつらなんだ、なんかずるいね星7、メモリアルは出やすいのか多少だから、まあ 3% の、2% の5% だから1割ぐらいで星7出るガチャではあるんだなこれ。
うわどうしようかなこれ。星9、この装備は、全部で、100パーになってるけど、まあまあまあ3分の1ずつと、装備だけ 2.5 パーと。そうね、どうしようこれ。いやー、いっちゃう？まあ8月9月、10月、11月、3ヶ月ちょいだもんね。3ヶ月と、まあ8月の残り分っていうので、周年までだからな。ちょっと、いやでもここで空っぽにはしたくないな。まあでも32枚引けば別に確定ましば、配布分以外でも何か収穫はありそうな気がするっていうところもあるんだよな。いやこれちょっとすげえ悩むガチャが来ちゃった。あーどうしよう、これマジでマジでどうしよう。マジでどうしよう。やべえ、本当にどうしようこんなに迷ったの久々かもしんない。そうだね、うーわどうすっかこれ本当に本当に迷ってるいやしかしなー、これいやでも終電まで我慢したらそれはそれでいいことありそうだよなーっていう、このいやここね多分耐えどころな気がするな。そう考えるとやっぱりいや一歩もね苦しいとこ耐えて勝ってきたっていうのがねやっぱりあるからね、実践原作の中でもね。ちょっとやめといた方がいいのかな。いやでもちょっとどうすかマジで。いやめちゃめちゃ迷うけどこれ一旦終わりますわ引かないんかいっていうねはい、ということで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。いやでもどうしようかな、次行きちゃう可能性もあるなこれ迷った挙句。あーまあでもとりあえず今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。あー